はい、こんばんは、キラです。じゃあ今日もアデルで遊んでいこうと思うんですけれども、今日もですね、パブラボリア行くんですけれども、今日はもう完全に通常攻撃だけ。しかも、オートオフの自動通常攻撃のみでパブラボリアを倒します。なので、完全に僕は放置するだけですね。オートもオフにして、通常攻撃だけオンにしておいて、で、完全放置でやっていきます。で、パーティーにわざわざファントム連れてる理由なんですけれども、これ、アデルの固有スキルの折れない心ってあるじゃないですか。あれって、ソロだと発動しないんですよ。要は、パーティー誰もいない状態だと、味方全員が戦闘不能っていう扱いにはならないんで、1体でもいいからパーティー連れて行って、それが戦闘不能になっていたら、自身が致死ダメージを受けた時ってのを発動してくれるんで。なので、一応ファントムだけ連れて行っています。では、とりあえず見てもらいます。行きましょう。で、また装備とかスキルに関してはね、後ほど言いますし、あとアークがですね、グラナカイ積んでる理由もですね、また後ほど説明したいと思います。はい、では行きます。まずとりあえず、カリスマを発動させます。はい、発動しました。で、ここで見てもらうんですけれども、はい、ストレングスが12,37です。さすがに笑うよね これはね、まあ、これはね、まあ、スキルとか装備とかいろいろ積んだ状態ではなるんですけども、まあ、後ほどそれは一覧で紹介しますけども、とりあえずこれでですね、今、設定で自動で通常攻撃を行うようにしていますので、この状態で完全に放置します。はい、で、通常攻撃で、ね、まあ、殴っていってますね。で、まあ、いつものように、ね、これが来て、はい、ファントムは死ぬと。で、この状態でまた、ね、まあ、通常攻撃だけで殴ってますけども、で 普通に相手から貴族戦も来てるけども、それでも殴り続けてますからね。で、2万5000とか出てるのと、あとダブルインパクト、トリプルインパクトも載せてるんで、で、追撃も1万ぐらい出てますよね。普通のヒットのところで5万とかがね、クリティカルで出て、で、追撃で7000とか1万とか出ている状態です。まあ、僕もこれね、スマホ持っておく必要もないんですけれど、完全に放置です。はい、で、まだ2体目ですね、出てきましたけども、これも同じように普通に殴り続けてますけども、殴られ、このいわゆるその貴族スマホを食らっても殴り続けますんで、っていうことは、そのプラウドフォースでの回復が間に合うんですよね。なので、ね、今もだから ね、4万とかも出てますけども、敵から一応攻撃は受けますけど、貴族性の攻撃だったら、物理であっても魔法であっても、ひるみ耐性ありますので、その殴り続けることができます。で、まあ、病気だけね、無効にはしてますけどね、ちなみにね、病気食らうとこれで回復できなかったですからね。で、多分今、覚醒が発動したかな、だから今、マインドが思いっきり上がったんで、ね。プラウドフォースの回復量も1000を超えています。はい、もう、ね、今、完全に私、何もしてません。自動の通常攻撃だけで、ね、削っていってます。で、まあ、今、4体出てきましたけども、ここももう完全に放置で全然いいです。ただただ殴り続けるだけ。で、ね、ダブルインパクト、トリプルインパクト落ち着いててますんで、通常攻撃にですね、だけで、1回で多分12ヒットぐらいするんですよね。今12って出ましたよね。1回の通常攻撃で12ヒットしてますんで、で、かつ元々の火力がでかいんで、その追撃たちも、ね、倍率は低いけれども、7000とか6000とかにも出てましたけども、伸びるときは伸びると。で、もういってますね、まだ。で、堂々入れてますんでね、HP がね、高いときはいいけれども、で、満タンのときは、ね、ダメージが出やすくなってます。はい、あっという間に最後のボスが出てきます。で、まあ、こいつもですね、結構強力な強必殺技を時間かけてやってると打ってきますんで、そこで一応折れない心が発動してくれるはずですんで、まあ、そこも見てもらえばなと。で、まあ、ここはボス戦になりましたからね、アデルの個性によってボス戦の時はパワーアップしますんで、なので、軽くも上がってますね。で、5万とかがガンガン出てますね。5万7957とか出てましたね。
でまたガンガン削っていってます。あ、でもクリティカルの時に4万か5万ぐらい出てる感じかな。でダブルインパクト、トリプルインパクトがしっかり発動してくれてますし、でグラウンドクラス食らいながらも殴り続けることができるんで、それで、プラドフォースの回復もできるという感じですけども、結構ここまでですね、今追い込んではいるけど、多分そろそろ、あ、来ましたね。これがきついのが来ました。はい、で、ここで、はい、1で耐えます。折れない心で。で、これがファントムがいないと、ね、仲間が一体いないと発動してくれない、折れない心なんで、ここはもうこれで、多分いけるでしょう。っていう感じで、今完全に、自動、操縦、自動オートによる通常攻撃だけで勝つことができました。で、スキル一覧と装備一覧をね、今ですね横に出してますけれども、まず装備がですね、僕の持っている中ではストレングスが一番高い真剣火の学土を持っていきました。で、これね、土装備にして土ブースト、土ハイブーストをつけることによってもストレングスは上がりやすくなるんだけども、それよりも僕の場合はこの火の学土をつけて聖なるオーラをつけてる方がストレングスが高かったので、こっちを採用しました。で、あと他の防具とかもアクセサリーも基本的にはストレングスを重視して選びました。で、スキルに関して言いますと、まず HP アップ4だけ入れてます。これね、いらんかったとは思うけれどね、一応念のため入れといたという感じです。で、あと攻撃アップ系はもちろん全部積んでるし、投資アップの2も入れてます。で、あとは堂々を入れることによって HP が最大の時にストレングスがさらに伸びる。今思えばだけど栄光のポーズもいらんかったね。だって通常攻撃しかしてないからね。で、聖なるオーラを入れて装備武器のストレングスを上げてます。あと騎士の心得によってもこちら剣のストレングスによって上がりますので、全体のストレングスが上がると。で、ダブルインパクト、トリプルインパクトっていうところですね。うん、ほんといわゆる限定系っていうものではないので、誰でも揃えよう思ったら揃えれるスキルセットにはなってると思うんだけども、それによって最大ダメージが1万超えてたというのの最大のですねポイントはですね、もともとこのアデルがですね全ユニット中1位のストレングスを持っているっていう点です。で、ちなみに言うと2位のバージルに900近い差をつけて1位ですので、ダントツの1位なんですね。で、アークにグラナカイをつけてた理由はですけどね、こちらですね、バトル開始時ストレングスがプラス 40% するが時間経過で徐々に戻るというのがありましたので、まあ、1217というのは開幕時点でのですね HP も最大ある状態で、グラナカイの悪夢の個性の効果がですね最大発揮されている状態での数字になりますけども、まあそれでもですねやっぱロマンはあるよね、1万超えるってね。で、まあそれによって通常攻撃であってもあれぐらいの火力が出るっていうのをですねちょっとですね実験してみたんですけども、何かしら面白かったと思っていただきましたら高評価よろしくお願いします。で、またこんな感じですね、週末ちょっと短い動画ではあるかもしれないけれども、実況の動画を撮りつつ、週明けには育成テンプレの最終形のですね動画の方も用意したいと思ってますので、よろしければ次の動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた、良き週末を。